はい、おはようございます。今日は10月の10なんだ昨日は18でしたっけ18日です。ですね、2日前ほどに大雨が降りまして、約2日ぐらい1日半置いた、落葉松の林です。で、気温も最低温も最高気温もすごくいい感じに冷えており、キノコの発生気温はすごくいいんです。あと雨も降ったから地面も適度に濡れてますんでいいんですけど、なかなかキノコがもう見つけるのが難しくなってきてます。というのも、この落ち葉がもう結構かなり落ちてきてる。なのでキノコがすごく見つけづらいのと、まず絶対的に発生量がやっぱりもう終わりなのかなっていう感じです。入って何分ぐらいかな、もう15分ぐらい経ってるんですけど、もう頭の1個ぐらいしか見つけてません。なのでちょっと今日はもうそろそろっていうかもう終わりかな、泣きをきのこもう今年は終わりかなって感じでいう覚悟で来てますんで、まあ取れなかったでまあ当たり前だろっていう感じではね、すごく日が眩しくてですね、あと結構寒いんで霧みたいのがちょっと薄ら立ってるんでね、少し見づらいっていうのもあるんですが、まあちょっと今年最後のキノコ取りちょっとまあ見ていただければと思います。これ落葉ですか、落葉です。こういうの入っててもこういう葉っぱで隠れてわからないということなんですね。よいしょ、ちょっと安いってことに来ましたよ。今日はすごく歩きやすい場所です。あった、これ食われてますけどね。いい落葉だ、もう気にしね、来年の分ちょっと残しておかないと。食われてますけど、こっちはいいキノコです。あ、食われてるのか、これはなんかちょっと半分食われてそう。出てきてるんですよ。なんかもう今年はもうこれで終わりだっていう締めで終わろうかと思ったんですけど、なんか出てきてます。ここだけですか、ただ場所によっては、いいの、それ出てきたっていう、くくりなんでしょうけど。おー、これもいいのあった。ただね、絶対的に量がまあ、ほんと減ってるのはまあ確かなんで。あー、場所によんのかな、ほんとにこういう、もらっちゃおうか、これ。まあ、こういう、一発あるところはもしかしてまだ取れるのかなっていう感じけども、でもだいぶいい感じでしょうかね。7個でした、ここではね。もう一箇所行くかどうかはちょっと、未定です。まあ、もし行ったら、まだ動画続きます。